アプリでして、まあ、基本的にメーターのアプリなんで、こっちは見るだけになってしまうんですけど、タコメーターのメーターが1つ、あとはスピードメーターが2種類ありまして、360時計と、こっち180時計。で、こちらの方ですね、アプリの方で警告音の設定をしていただくと、例えば100キロオーバーしたら警告を鳴らす、水温も80度超えたら警告を鳴らす、タコメーターの回転数も5000回転以上で警告を鳴らすというような設定の方をしていただくと、さっき一瞬ちょっと赤くなってた画面がありますよね、あの画面で警告を鳴らしてくれるというアプリです。まあ、基本的にちょっとこっちメーターなんで、やることといったらもうそれだけなんですけど、もう一つ、じゃあエコアクセル、前から聞きたい、もう最大級、じゃあエコドライブを皆さんにしてもらおう、エコドライブ推奨アプリなんで、まあ、基本的にはこっちも見るだけって言ってしまえば見るだけなんですが、OBD2 コネクタっていう、 OBD っていう車からもうデータを取ってくる機械を接続しまして、車から直接データをもらってるんですね。なのでほんと正確な値が取れる。なるほど。でここからデータを取って、今どれくらい毎分の燃費はどれくらいなのかとか、あとアクセル停止してからこれくらい進みますっていうのと、あとは、ちょっとちっちゃいんですけど、あのガソリンの値段とかを最初に設定してもらえれば、この走行で大体いくらくらいで、10キロでいくらくらいっていうのも出ますし、でエコナビドライブを持ってない車でもエコドライブができるって。そうです。ただちょっとこちらの方、このハードの方が必要になってきちゃうので、ちょっとアプリ単体ではこっちは動かないんですが、まあ、メーターの方は GPS、端末に GPS ついてるので、最悪の GPS だけでも動くんですけど、何分端末の GPS なんで正確じゃない、なのでより正確な、あとは回転数ってどうしても端末だけでは取れないので、ちょっとするとそのあの楽曲、まあ、アーティストに似たアーティストが、これ24時間無料で聴き放題、これあの無料で聴き放題です。あの広告収入が裏にありますので、あのミュージック .jp ですから、あの今回彼らとかできてる、その例の世の中への普及ということで、まあ、無料でアプリを公開してるんですけど、時間制限があって90秒ちょっとして、フルフルで聴きたければ、あのちょっとお金を月350円ほど払ってもらうというような。